こんにちは。6月10日金曜日です。今日は気になるニュースをご紹介していきたいと思います。では早速内容に入ります。2022年飢餓の夏、肥料価格の高騰により世界中で飢餓と混乱が発生している。ウクライナ戦争がもたらした最も悪質な結果の一つは肥料価格の前例のない高騰です。ご存知のように現在世界中で食料価格の歴史的な高騰とサプライチェーンの崩壊が巻き起こっています。ブルームバーグによるとブラジル最大の港に大量の肥料が積み上がっているようです。ブラジルパラナグア港の運営責任者であるルイス氏は、ブルームバーグの取材に対してパラナグアの民間倉庫は最大の保管量である350万トンにすでに達していると述べました。世界中で肥料の価格が空前の勢いで高騰しており、それはブラジルでも例外ではありません。農業大国であり地球の約半分の食料を生産しているとも言われるブラジルでは肥料の 85% 近くを輸入していますが、その主な輸入源がロシアなのです。ブルームバーグによると過去数週間で肥料の価格がほんの少しだけ下落していましたが、農家さんたちはさらなる値下げを予測し価格が下がることを待っているためまだ肥料を購入していません。しかし値段が下がるということを期待して待っていたとしても、もし価格が下がらなかったとしたら駆け込み需要が発生し、結局高い値段で肥料を買うことにもなりかねません。このまま価格が完全に正常化すると期待していた農家さんたちはきっと失望することになるでしょう。その一方、食料の需要破壊は続いています。アフリカで5番目に大きな国であるチャドでは、穀物の供給不足を理由に食料緊急事態宣言を発動させました。アフリカの内陸に位置するこの国は食料難の高まりに対処するために国際社会に対して支援を要請したのです。チャドでは国内での作物の不作に加えて、ロシア、ウクライナの両方から肥料、小麦、その他の商品の供給が途絶えたため、穀物価格が急騰しているのです。チャドの首都に住むある女性は、取材に対して、食費が増えてしまった。そのおかげで生活が成り立ちません。だから、毎日食べる量を減らさざるを得ない。子供たちにも影響があるのは、あなたにもわかるでしょう。と答えました。チャドの北西に位置する隣国ニジェールでも、基本的な生活必需品の価格が大きく上昇しています。ミルク、砂糖、石油、小麦粉などが高騰し、肥料の価格も大幅に上昇しています。アフリカの多くの地域が同じ船に乗っていて、その船は急速に沈んでいます。世界的な食料危機を避けるために、今誰もが多くの肥料を必要としているのに、農家さんたちは高騰しすぎた肥料を買う余裕がありません。価格が下がったら買うという農家さんもいますが、おそらく価格が下がることはないでしょう。さて次はどうなるのでしょうか。エリートたちは貧困層の食卓を助けるために自分たちの資産を犠牲にするかどうかを決めなければならない。金持ちの車にガソリンを入れるか、貧乏人の口に食品を入れるかの二択です。現在、肥料の価格高騰に対して市場では需要破壊という表現をとっていますが、これがつまり大量餓死を意味しているということは明言していません。たった数週間で数億人を食料の需要破壊に追い込んでいます。次のアラブの春の到来はアラブでもなく春でもありません。世界規模の飢餓の夏となるでしょう。ということで、ここまでが記事の内容になります。毎度おなじみなんですけれども、記事が長かったのでだいぶ割愛要約してあります。ブログの方にはね、いつも通りほぼ全文掲載してありますので、気になる方はそちらをご覧ください。それでですね、最初はどうしても経済力の
ない国、経済力がないというよりも経済力を持たせてもらえないように仕組まれちゃった国って言った方がいいんですかね、まあ、そういう国からあの食糧危機っていうのがねこう目に見える形で始まっていって、で、その次が食料自給率の低い国、国土が狭い国、資源が少ない国になるのかなっていうふうに思うんですけれど、まあね、どこの国かは言わなくてもお分かりになる方が多いかなと思うんですけれど、それにしても日本ってなんでこんなにゆったりしてるんだろうなって本当にね不思議だったんですけれど、最近さすがにちょっとざわざわしてきたかなっていう感じがします。あの食料を備蓄するというよりかは、なんだろうな、その値上げがひどくて今後ね、その経済的に、備蓄する間もなくこう貧困層にガタッと落ちちゃう家庭が増えるだろうなっていうのはもう今の段階で容易に想像がつくというか、でそうなると、まあ、もちろんね治安が悪くなるっていうことも想像がつくので、そのあたりのね対策もしっかりやっていかなきゃなっていうふうに思うんですけれど、ちなみに我が家はですねものすごく原始的な防犯対策しかしていなくて、窓枠とサッシの部分にこうネジみたいなのギュッとこうドアが動かないようにスライドしなくなるようにするなんか 丸いネジみたいなのありますよね、こうグッと窓を押さえるやつ、あれを窓に上とか下とかねいろんなところにこうつけまくってるんですけれど、今のこのエアコンをつけるまでもないけれど窓ちょっと開けときたいな、開けたり閉めたりしたいなっていうこの今の時期にものすごく不便を感じています。もうね本当にちょっと窓を開けたいなっていうだけなのにもう毎回ねそのロックをつけたり外したりして本当にめんどくさいんですけれど、もうでも泥棒に入られるよりかはね、まあしょうがないかと思って今やっております。それでですね、前回の動画で、皆様に何かいい節約術とかね、ご家庭でやってらっしゃるものがあれば教えてくださいということでお願いをいたしましたところ、本当にたくさんのねアイデアとかアドバイスとかコメントをいただきまして本当に皆様ありがとうございました。で、今少しずつ返信はさせていただいておりますので、もうちょっとねお時間いただければと思います。本当に勉強になりました、助かりました、ありがとうございます。それにしても日本人の節約術って多分ね世界でも群を抜いてると思います。まあそれもこれもですねこの30年間日本人の給料がね全く上がってないか下がってるから、各家庭でその節約術とかね貯金術みたいなのがもう発展せざるを得ないっていうそういう状況だったのかなっていうふうにねまあすごく思います。なんか女性向けの雑誌、30代から50代ぐらいの子育て層にめがけた雑誌って節約術とか、まあまあ節約術もですねこう10年以上前からずっとあると思うので、もっと前からかな、ずっとあると思うのでどんどん洗練されてきてると思うんですけれど、節約術とか節約レシピとかあと貯金する方法、貯金術みたいなのとか、最近よく見るのは投資ですね。投資がめっちゃ多いなって思います。誰々さんのご家庭ではこういう感じで投資をして資産がこんなに増えましたみたいなね、なんかそういうネタがすごい多いなと思いながらね本屋さんの前を通り過ぎております。まあねきちきち節約ばっかりしてても心が疲れちゃうかなと思うので、無駄なものはね省きながら必要なことにお金をかけていければいいのかなというふうに思います。では今日はこのあたりで終わりたいと思います。皆さん良い週末をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。